前回のルイージマンション3。今尻尾 V 破壊したから、尻尾 V 破壊したから、次はよいしょ、よし、クリッター、おーぐぐ、あの機動戦士ガンダム の、 あの最終回ぐらいな状態になってるやん。おお、うわ、海賊船来た。ありったけーのーじゃないの、ありったけーのー、ありったけーのー。うわ、タイタニック、タイタニック、待って、これが気になるじゃん。多分ここぶら下がってくんでしょ。うわ、かっこいい、最高のアングルじゃねえか。よいしょー、いでよキノピオ。大事なところ強打したけど大丈夫か、大丈夫、何それ、大丈夫なの、どうなの、微妙な微妙なリアクションだったね。よいしょ、そう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 、連続で、そうい、いね、いいね、いいよいいよいいよ、これチャンピオン取れるよ、これ世界取れるよこれ。どうも、国民的弟です。はい、前回はですね、こちら13回はジムフロアへとね、やってまいりました。ここびっくりマーク出てますよね、プール。おそらくプールでね、ボスバトルが待っているということで、これからトレーニングルームにね、向かっていくところだったと思います。さあさあ、まあもう13階ということでね、かなり物語も佳境に入ってきているとね、いうところですね。さあ進んでいきましょう。前回ね、このサンドバッグでね、だいぶトレーニングしたからね。さあ行くぞ。おう、なんだなんだ、これ要所要所にこのなんかスイッチみたいなのあるんだけど、あんまり反応しないのね。ちょっと待って、うわ、雲おる。僕ね、本当にね、雲には敏感だからね。雲には、あか、届かへん、これフラッシュ。フラッシュが届かねえ。あ、もうええ、置いとけ、もう。これバーイシクするバーイシクしよう。バーイシクできひんのこれ。ちょっとね、こう体鍛えていきたいんだけど、ちょっともう判定がシビアやね。すーげえ判定がシビア。よいしょ、お札お札、もういいけどね、別にお札も。あ、これもしかして9番ポイントじゃない、これ。わら、見つけちゃったぞ。おおおお、なになに、え、なになに、あ、奥にもあるな。おい、ルイージ、ヘイ兄貴、この奥にもな、同じこの9番ポイントがあるから、あの雲がね、非常に危険だから、お前、奥側行ってこい。わかりましたよ兄貴、本当にね、兄貴はもう雲苦手なんだから。ここですね、よいしょ、じゃあ引っ張りますよ、足。よいしょよいしょ、 OKOK、 ほんなら俺もここを引っ張ると、と、あ、上が開いた。うわぁ。それだけか。それだけだな。オッケーオッケー。まあ、こういう仕掛けだったということだな。おい、グイジ。兄貴、ここにもほら、あの、ラジカセみたいなもんがありますぜ。なんかコンポがありますわ。よいしょ。兄貴、BGM が流れましたね。これでちょっとホラーの雰囲気なくなるんじゃないですか？これもしかして、フラッシュすると曲を変えれるのかな？あ、何曲かあるみたいですぜ、兄貴。これなんてかっこいいんじゃないですか。ちょっとナウい感じですね。ナウいとかも古いんだよ、戻れ、もほんですぐ消えるし。あ、これルームランナーじゃない、ちょっと待って、まずこの花瓶邪魔やからここはします。で、ハートで回復します。じゃあルームランナーしようぜ。ルームおおいや、ルームランナーいいね、ルームランナー。おっ、わわ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 わ、ルームランナーから金出てくる。カロリーを消費しつつ、もうね、お金も得られるなんて最高じゃないか。うわ、これゲームだな。おい、ルイージ、兄貴、俺手前のルームランナーで走ったらお金が出てきたんだね。あと真ん中と奥があるな。あ、そうですね兄貴、これそれぞれのルームランナーで結末が変わってくるやつだよ。兄貴こういうの好きですもんね。よし、じゃあお前から選ばして。足ですか、足ね、ちょっと今回あんまりね、あの出番がねまだないんで、足映りやすい手前行かしてください。仕方ねえな、だったら俺がこの奥だな。よいしょ、ほんならちょっとお前からやっていいぞ。へい兄貴、では足からやらせていただきますよ。よいしょ、さあ何が出るかな、このルームランナーは何が出るかな。うわぁ、汚ねえ残飯でさ。汚ねえ残飯でさ、これマカロンみたいなのが引っかかってますわ、これ。これこんだけ走った後にこんだけ摂取したらね、全然カロリーオーバーでさ。よし、お前は外れみたいなもんだ、お前は外れみたいなもんだ。よし、じゃあ行くぞ、俺の番だ。さあ3つ目のルームランナーは一体何が出てくるのかな。やら、鍵とかもうね、いろいろ全部だ、いろいろ全部だよ。さすが兄貴だ。よし、こういうくだりもね、ちょっと飽きてきたな。飽きたとか言うな。そういうなんか何パターンかあるやつはね、基本的にグーイージとね、こう分かれてね、やっていくコントをね、やっていきたいからさ。あ、これもあれだ、消火器だ。よし。そう、散らかすんだよね、散らかすんだよね。ここぞとばかりに散らかすんだよね。オッケーオッケー。いや、ほんとにこれ、バイシクルできないのかい、これ。X 調べるってならねえんだよ。ほんと、雲が気になるの、ほんとに。
来ないかこいつ。あと気になって気になって、よいしょ、あかんわ。お、あ、なんか、お、待て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 、一瞬角度が変わったぜ。お、車輪を回すのか。わー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 、なんか出たなんか出たなんか出た、あ、バレーボール、これだ。あら、クマ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 、よいしょ。こういうことな、もういいもういいもういい。おい、グイジ。グイジ、もう一回集めるぞ、グイジ。え、へいへいへい、兄貴。だったらね、足ちょっと手前させてもらっていいですか？お前はもう、欲しがりだな、もう。わかったよ、お前からやっていいよ、お前からやっていい。ちょっと待って、お金が。よしよしよし。じゃあ、させていただきますよ。ふきゃいいんですね、兄貴、これ。よしよし。この手前のバイシクルには何が入ってるのかな？うん、少量の金でさ。少量の金でさ。よし、お前少量の金だな。よし、じゃあ、一番奥のバイシクルには何が入っているのかな？うん、少量の金だ。はい、オッケー、はい、オッケー。よーし、まあ、下手したカットだな。下手したらカットだ。ん？あ、なるほど、なるほど。ここ、鍵かかってたみたいね。ここ、鍵かかってたみたい。で、鍵をゲットしたということだね。さあ、この先が。あ、そういや、ヨガフロアだっけ？うわ、僕、ヨガってしたことないんだけどね。ちょっと待って、この、金塊がヨガしてるんですか？なんだ？鏡が勝手に動いてるぞ。なんですか、なんですか？え？あ、ここ、鍵かかってんじゃない？なるほど。謎解きだな。おい、グイージ。ヘイ、兄貴。足が気になるところはね、これなんでさ。これなんか怪しくないですか、兄貴、これ。なんか、ひっついてますね、兄貴、これ。違いますね、兄貴。これ、鏡の破片でさ。なんだと、鏡の破片だと。ちょっと待て。だとしたら、この鏡、動かせるのか。ちょっと、動かすぞ。あ、いけるいける、ほらほらほら。ほう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 、なるほど。鏡は基本的にね、真実を映し出すんだよ。あ、そうでしたよね、兄貴。お？なんかね、目に見える範囲と、この鏡に映った範囲で違う部分を探すんじゃないですかい？まあ、おそらくそうだろうな。じゃあ、ちょっと動かしていくからな、俺。どう？あ、手前にお金があるぜ。手前にお金があるな。これですかい？ここですかい？ここに袋があるのかな？お、お、お。あれ？よいしょ。あれ？あるように見えるんですけどね、兄貴。なんかポスターが永遠と剥がせますね、これ。いや、なんか怪しいですね。お？この兄貴、この袋、ん？ふむ、ここはヨガルームのようじゃが、妙なポスターが貼ってあるのが鏡越しに見えるの。床のヨガマットと壁のポスターには何か関係があるのかな？あのジジイ、またヒント言ってきましたぜ。もう、俺たちでね、この解こうと思ってたのに。いいんだよ、別に。ヒント欲しいときはヒント欲しいって言うからさ。ん？待て待て待て。また判定がシビアなんだよ。ポスター。ちょっと、いや、ほんと判定がシビア。これが、これ何？お金かな？お金のポスターかな？で、真ん中真ん中。真ん中真ん中。で、これが、なんかヨガしてるような、ヨガをしているような、なんかポスターですよね。上下に貼ってありますね。そして、一番手前。これ何のポスター？よくわからないな。上も猫丸まった。なんだ？ちょ、足が動かしてみましょうかい？おー、なんかよくわからねえですね。なんか、ポーズを取れということじゃないんですか、もしかして。例えば、これ。うん。この奥。ここで何かしろってこと？ここがお金みたいな。ん？床のヨガマットは君のオバキュームで巻いたり伸ばしたりできるようじゃな。物は試しじゃが、ヨガマットの全部鏡に映ったポスターと同じになるように巻き伸ばしして、ちょっと待って、早いんだよ、消えるのが。ということは、ここが。ここをくるくる巻くと。ここくるくる巻く。はいはいはい、そういうことな。へい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 。だったら、鏡を真ん中に持っていきますさ。ここはですね、兄貴、両方開くんでさ。おお、わかったわかった。マットを。よいしょ。オッケー。そして、兄貴、一番奥でさ。おお、行き過ぎた。行き過ぎたけど、上を巻くんでさ。あ、これだな、これだな。これを、くるくるくると巻いて。オッケー。すると、あ、違いました、兄貴。ごめんなさい。こっち側でさ。バカ、お前を。ややこしいこと言うんじゃねえよ、お前は。こっちだな。こっちを吹くんだな。こうだ。これできた。え、なに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 、いや、思ってたのと違いましたね。なんか、銭が出てきました。銭が出てきました、兄貴。お？これを繰り返していくんじゃないですか？めんどくせえけど。これ、うん、だね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 。うん。あれ？これ、いけるんですか？奥に。あ、兄貴、奥に行けますぜ。え、なんだって、なんだって、なんだって。あ、なんだ、なんだ、ベランダか何かがあるぜ。おおおおお、あれあれ。おー、勘弁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 、あっぶね。危ない、転落ポイントだったね。お、鍵ゲット、イエス。いや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 、危ない危ない。いや、どうなってんの、どうなってんの。判定がシビアすぎる。うわ
わ、さすがに13階だからね、こいつは転落したらやばいぜ。けどこれ、こういうところって意外と下とか行けたりするからね。グイジグイジグイジお前。へへへ、兄貴。お前落ちても大丈夫だろ。あ、グイジが使えねえようにここに水たまりがあるのか。うわ、なんか怪しいな。こういう時はレインボービームだが、さすがになくなった足場は復活しないな。こっちは、あ、これじゃいけない。ちょっとコインがね、少量あったみたいだな。ここはこれだけと見ていいのかな。ここはまあ、これだけなんだろうね。よいしょ。あ、戻っちゃったな。戻っちゃった。オッケー、じゃあまあ進めるか。ちょ、バナナが気になるわ、バナナが。よしよし。よいしょ。お、なんだ、ヨガお化け出てくるんちゃう。うわ、ヨガお化け出た。よいしょ。はい。いっぱいみんな、はいはいはい、みんなヨガしてるぞ。みんなヨガしてる、ヨガしてるよ。あそこかい。遠近感がね、よくわからねえんだ、遠近感。よいしょ、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 よいしょ。鏡を使って、こう見ていくんだ。鏡を使って。ザザザザザって、早くお名前につけよ、お前は。こう姿が見えないところは、この鏡を使って、このお化けのね、場所を特定するんだ。よいしょ、オッケー。あと一匹。よいしょ、よいしょ。お前だ、お前だ。あれ、逃げるな、逃げるな。よいしょ、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 ウィー。どれ？もう言うてる間に、ボスバトルなんじゃないか？もうボスバトルだぞ。これ加湿器とかなんか怪しいけど、加湿器。加湿器怪しいけど、なんもならんわ。あ、なんもならん。もういい、もういい。な、行こう。ここからめっちゃ湯気出てんだよな。シャワールームだっけ？おう、シャワールームだ。あ、いきなりバトルですか。おう、なんだなんだ。シャワーの湯気でもしかしてフラッシュが効かないとかそういうこと言ってるかもしれない。どうすんだろう、吹くんかな。ここはね、ちょっとね、湿度が高いから、グーイージがあまり使えなさそうだな。ちょっと、どこ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 。うわ、すごい湯気。止めろ、止めろ、止めろ。止めろ、止めろ。お湯を止めろ。あ、そうそうそう。お湯止めてからだ。あ、逃げやがるな。お湯止めろ、お湯止めろ。うわ、手前が一番やばそうだな。めっちゃ湯出てるぞ。これ、バレるこれ。おいしょしょしょ、これだ。俺をひっぺがして、お、やめろ、お前は。これを、これを、お湯を止めて、オッケー。これで湯気が晴れるんじゃないか。よし、来た。なるほどな。一手間二手間加えてくるね。よいしょ。あとはお前ら雑魚なんだ。ただの雑魚なんだよ。よし、もう時間かかりすぎ。もうカットカット。もう完全にカットだ、お前ら。これアントニオ猪木のね、ローブとかあるぞ。めっちゃハートあったわ。めっちゃアントニオ猪木からだいぶハート出てきたわ。あ、こっちも出てくるじゃん、ハート。だいぶ。ほら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 、出てきた出てきた。アントニオ猪木様々だな、これ。あ、これへん、これへん。うん。取れねえんで、取れねえんで、ハートが。あ、もうええわ、もう。もうええ、もうええ。ということは、ボス戦か、もう。うわ、ボス戦だな。あ、ちなみにこっち抜けれるようになったか。あ、抜けれるようになったね。オッケーオッケー。よし、一回ね、録画を切り替えて、ボス戦へと向かいましょうか。はいはい。ね、ボス戦に行く前に、お前、グイジ。へい、兄貴。お前、そこ降りれそうだからな。降りてみろ。あ、ここ、ここですか？ここ降りてみますね、足じゃ。よいしょ。お？あ、兄貴。なんか、下水道みたいになってますわ、こっち。なんだなんだなんだ、ボール。ボール。よいしょ。ゴールデンフィッシュもいますわ、こっち。あ、なんだなんだ。なになに、これなに、これなに、これなに。よいしょ。あお前、ちょっと勢いが強すぎて、お前が落ちたな。ちょ、もう、もう一回行きますんで。もう一回行きますんで。ここの、これをなんか回すんじゃないですか？これ回して、一番左にするとどうなるんで？あ、水がなくなりやした。なるほどなるほど、こうするんで。いいね。ん？あ、宝石もありました、兄貴。ほら、ここのね、フロアの宝石はダンベル型でさ。ダンベル何キロ持てるってやつでさ、兄貴、これ。あ、もう登りやせんね。ちょっと一回消えますね。ドローン。オッケー。っていうことは左側も降りれるな、多分。ちょっと足にもちょっと時間を使わせてください。ここじっくり行きましょう、兄貴。よいしょ。ほら、この中にもね、ほら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 、コインがあったんですよ、兄貴。いや、もういい、もういい、もういい。よいしょ、わかった、わかった、わかった。よし。では、ボスバトルに行かしてもらおうか。さあ、来たぜ、プールだ。あ、奥にも同じもんあるね。プールの水を抜くんじゃないか。出てくるぞ、ライザップコーチが。出た。水球の選手か。うわ、隠れながらか。おおおおお、隠れながら、俺もこう打つと。で、グイズ、ヘイヤンキ。足がおとりになるんで、兄貴。足がおとりになりやすんでい。この隙にこれだ。当たらへんかった。全然当たらへんかった。よしよし。ボール取って一旦隠れます。で、グイージ。足がおとりになりやすんでい。からの。え、これロックしないこれ。
全く、あ、これ違うわ、多分やり方違うわ、全くこのライザップコーチにロックしねえんだもん。なんだなんだ、危ない危ない、でボールを使うっぽいんだけどな。あ、おばけんが奥にいるぜ。あ、ちょ、V 字、部屋に来て、ちょっと音になってて、兄貴あれを狙うのか、あ、なんかしっくりくる、よいしょ、お、あそこにスルッと回る、あ、わかった、V 字か、V 字、部屋に来て、お前、奥のなあのハンドルを回してこい。わかりやした、兄貴。じゃあ、兄貴がおとりになるんですね。あ、もう早くもおとりになってるから。こっちだ、こっちだ、こっちだ。と、しといて、しといて。で、足が、今の隙に行くんで。あ、危ない。こっちだ、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 ここで一旦隠れポイントがある、隠れポイントがある、で、兄貴が誘導してもらう、こっちだこっちだよ、こっちだよ、で、今の隙でさ、ここで隠れる隠れる隠れる、で、兄貴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 、こっちこっちこっち、こっちこっち、へいへいへい、ピッチャービビってる、へいへいからの足が、これを回すんで、これを回すんで、もっと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 いた、なんだ、息切れてなかった、息切れてなかった、編集しづれ、お、弾当てれるわ、弾当てれるわ、それ知らんの、それ知らんの、ちょ、早く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 、待て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 、グイジ待て待て、早く早く早く、あー、わかったわかったわかった、わ、やっとわかったぜ、もうグイジ、弾を当てんだよ、俺に任しとけ、俺がまず誘導する。で、V 字が回っていく。ヘイヤ兄貴。そこで一旦待機だ、お前は。よし。で、俺が、この、バレーボールを持った状態で隠れる。こっち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 。で、V 字奥まで行くんだ。よし、そこで待機。お前そこで待機。で、俺のターン。待っとけよ、この野郎。あ、やばいやばい。ボールが。で、ここで一発かます。ジャイロ仕事しろよ。あ、かましやがった。この野郎。ヒット、ナイス、今だ、グーイージー、ヘイヤニキ、急げ急げ急げ、いっけい、やったぜ、兄貴、これでプールの水がなくなるじゃねえか、おおおおお、お、ライザップコーチ、ライザップコーチ、流れるプールで、流れるプールで、うわぁ、出ていくんだこれ、降りるんじゃねえのこれ、あ、ここからか、降りろ降りろ降りろよし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 、もう ライザップコーチ、フルボッコの系だ、フルボッコの系、よいしょ、あ、なんだフルボッコの系じゃねえの、おお、あ、グイジグイジ、あ、グイジ、これだ、なんだこれ、まずは弾を当てるからのバースト、フラッシュ、違う、フラッシュが効かない、フラッシュが効かない、弾を当てまくる、弾を当てまくる、弾を当てまくる、いや違う気がするな、直接滑るか、いや無理だな、ちょっと回復せ回復せ、タオルポイントは回復だ、何回か当てたらあれかな、ゴーグルが取れるんだろうか、相手の攻撃に合わせてみる、カウンターで、これで、あ、関係ないわ、関係ない、そして、グイージを召喚できないんだ。あ、できた。なんだお前、判定が。判定がすごいシビアです、兄貴。ちょっと待ってください、待ってください。当てる。なんかズームになるよ。あ、わかったぞ。俺がずっと吸っておく。で、グイージが、よいしょ。ピオラス。あれ？あ、来た！取れた取れた！ナイス、グイージ。あべ。いけ、グイージ。これだ。これですね、兄貴。わかりにくかったですね、兄貴。トゥ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 ってなってんじゃねえかお前、バーカ野郎、肉体改造成功、いや、やりましたね兄貴いや上からのアングルなんでね、いまいち分かりにくかったですね、よし、これが14階の鍵でさ、鍵というかボタンでさ、いやー参ったな、本当に今回は編集しづらいぜ、いや参りましたね、本当に倒し方がね分かっちまえば簡単なんですけど、それまでねやっぱあーでもないこうでもないっていうシーンをねどうしてもカットしなきゃならねえですからね、そうだな、お前も編集のこと分かってきたな、よし戻れ、さあ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 、
やっと最後14回か、14回で15回多分ね、もうボスバトルな気がするからな。もう奥とかいいかな、奥は多分ね、グーイージしか行けないからね。いいかな、よしよし。ここも開通したんじゃないか。よし、開通してるぞ。いやー、大変だったな、このジムフロアも。でも楽しかったけどね、ジムフロア。お？あ、グージ！えいやに、久々に出ましたね。もういいんだよ、これ、もう、おい、この野郎。いいんだ、いいんだ。あ、なんだこれ。あ、また、判定がシビアレさんに。よいしょ、行くぞ。せーの。よいしょ。でも、ジムフロアの取れ高は十分なんだ。よし、行くぞ。もうね、判定がシビアなのはね、本当にもう、このゲームを始めたところから分かってる。で、グージ、お前乗れ。はい。これで、ここのガラスが取れるんだよ。俺、編集してるとき分かったんだ、これ。ちょっと取っていく取っていく取っていく、そう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 、なんだなんだ、へばへばった。よし、やっぱりね、実際このまあ実況しながらねプレイしてるときはなかなかねいろんなところを見たいんだけども、早く行かなきゃ早く行かなきゃっていうね心理に襲われるから、いまいちこの探索とかもねあんまりできないんだけど、実際編集してるときもねこういうの気づくからね。よいしょ、オッケーオッケー。さあついに14回だぜ。そろそろレディーガガ戦があるんじゃねえか。さあ14回だ。また出たこの猫、泥棒猫め。お、おばけん。お、おばけん、おばけん、もしかしてお前一目惚れしちゃったんじゃねえかこの猫に。おばけん、ちょっとアプローチしてこいお前。ほんと、おばけん、お前味方なの敵なのお前。ちょっと分かってる、ちゃんと追いかけろよ猫。もう仕方ねえな、もうまた追いかけていくか。いや、ジムフロアの取れ高も十分なんだよ。あ、おるおるおる、プールのところにおるわ。ちょこ見る？あ、覗けなくなってるね。まったく手こずらせるな。今回はね、14階に行くまでの取れ高をね、欲しいなというところなんだけど。ハート出たわ。よしよしよし。多分ここだろ、おばけん。あ、へへへへへ。そこにいるのは分かってんだ。おい、グイズ。へいやんき。お前ちゃんと捕まえろよ。任してください。これ吸盤で、あれ？吸盤が張れませんね。じゃあ、挟みましょう。挟みましょう。よし、いいな。同時に吸い込むぞ。せーの。よいしょ。お、お、お、あー、いい。お前もう、ちょっとした水溜りで消えんだからもう。ほら、いたわ。ここだよ。あ、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 もうまた逃がしちまったもん。いや、何してんだよ、お前、お化け。遊んでんじゃねえんだぞ、お前。あ、なんだ、これめくるのか、もしかして。このシートめくるのか。あ、なるほど。なんか、こんな隠し通路があるぞ。おい、グイジ。へい、ちょっと降りてきます、アンキ。多分ね、シャワールームとよく似たもんじゃないですかね。お、あー、床下収納です、アンキ。おー、あ、大量にね、このグローブがありますわ。野球のグローブでさ。お、ここにね、土管が一つ。ん？うわ、大量のネズミです、アンキ。ネズミの巣になってますね、アンキ、これ。おー、えらいことなった。えらいことなって。どこに出てくる？あー、上には行けないのね。アンキ、足がね、ちょっと、お、追い込みますんで、追い込みますんで、アンキ。で、アンキが、アンキが、おー、しょしょ、任せろ、任せろ。こういうことだな、こういうことだな。よし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 。いや、もういい、バレーボールはいい、バレーボールはいい。ということだ、ということな。よしよしよし。わかったわかった、もういい、グイジ。今することじゃあね。よし、さらに、録画を切り替えるぞ。よし。あの猫、とっ捕まえてやるぜ、あの化け猫め。どこだ、どこだ、どこだ？レインボービームか。おお、やっぱりね。足跡が見えるんだよ、足跡が。お？この中だな。散々これね、パンチの練習したからさ、俺は。いえ、見たか。あ、上に登りやがったな、この野郎。お？なんだ、仲間呼びやがったな。仲間を呼びやがったな。そんなことできるの？仲間を呼ぶなんて。よいしょ。ほら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 。よいしょ。この野郎。待て待て待て。よいしょ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 。お化けの戦いよ、お前。お化け戦いよ、お前。まとまるくんね、まとまるくんね、一掃してやるぜ、このちっちゃいやつら。よいしょ。ほら。よいしょ。よいしょ。はい、終了。あ、また逃げたな。今ので尻尾がね、一本なくなったように見えたから、あと2回繰り返すってことだな。あ、わかった。チンチンはわかったよ、お前。何のジェスチャーなんだよ、お前は。あ、一人でに落ちるシャンプー。怪しいな。ん？どこだ、お化けん。あ、あっちだな、お化けん。お前、鼻が効くだろ、お化けん。追いかけろ、お前。お？怪しいか、怪しいか。お、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 なんだ、なんだ。
かベルみたいなのが出たの。ベルみたいなやつが出たね。あ、上にいる上にいる。あ、ベル鳴らすのか。チーン。いや、ハート出るだけかい。なんだあいつ何してんのあれ。猫じゃらしで一人で遊ぶ猫。まあ、可愛いじゃねえか。可愛さアピールしてんじゃねえよ。これ使うかな、使うかな。もっとダラーンと来た時に、さすがに届かへんわ。さすがに届かへん。これでフラッシュ届こうかな。あ、取れた。あ、出た、負け猫や。よしよしよし。これでまた引きつけるんだろうと。尻尾3本あるわ。あー、早い。ここでまた引きつけて、フラッシュ貯めといて。え？なんだなんだ、何の判定だ。さあ来い、さあ来い。今だ。よいしょ、来た。このパターンだ、このパターンだ。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。これで1本かよ。あ、待て待て。下に行きやがったぞ。うーわ、下はお前ビーチフロアなんじゃねえの。ビーチフロアに行けってこと。ビーチフロアまた広いぞ。なんてこったなんてこった。ちょっと早く行くぞ。余計より巻きで行くぞ。12階ビーチレストランフロアだ。うわ、今回はちょっと猫だけでも捕まえたいところだな、おばけん。聞いてるおばけん。おい。おばけん。お前よく見たらなんかちょっとドラえもんみたいな顔してるよね。お前着く前に飛んだな、お前。着く前に飛んだだろ。どこだ、どこだ？あ、足跡だな。おばけんの足跡もあるぜ。ちょっと待って、こんなところにバツ印なんてあった？これなんだろう？あんまり気にしちゃダメなのかな？多分ね、なんか宝の地図とかとなんかリンクしてるような気がするけどな。とにかく こっちな。あ、ちょうどいいわ、ちょうどいいわ。これね、前回の動画で、あ、この、顎が頑丈な、この、ドクロ、どうやって取るんだろうって言ってたけど、僕編集しながらね、もうバッチリ分かってたからね。これだよ、これ。これこれこれ。ここに吸盤をなんでやねん。判定シビアすぎんだろ。え、嘘よ。え？ここに吸盤つけるんですよ。間違いなく。え、嘘？いや、ここに吸盤つけて、こう引っ張ったら、こっちのやつがパカンっていくんでしょ？しっくりこい、しっくりこい。え？違う？嘘だ。絶対そうだと思うんだけどね。あ、もういいわ、もう。もういい。判定がシビアなのか、間違っているのかよくわからない。多分、ビーチのどこまで行くんだろう。おお、びっくりさせるなよ、お前は。まあ、グーイージだったら死んでたぞ、今ので。どこ？レインボービームで、わわわわわ。だいぶ暴れてやがるな、あいつ。ほら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 、このカウンターをぐるっと、うわ、大量のゴールデンナット。待て待て。よいしょ。待て待て待て。よいしょ。よいしょ。よし。オッケーオッケーオッケー。いや、ゴールデンナット追いかけてたらね。お金取る前に消えるから。お金取る前に消えるからさ。よしよし。結局こっちだろ？こっちだろ結局。ほら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 。完全に肩ついてんじゃねえか。お、ヘビか。よいしょ。コブラコブラ。この野郎。うわ、クモもいる。えっか。やばいやばい。雲勘弁、雲勘弁。爆弾、爆弾、なんで爆弾。ない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 。雲だけまず崩しろ。もういい、猫いい、猫いい、猫いい。猫はいい。雲だけ先。よいしょ。よいしょ。さあ、次はどこへ逃げんだ。ん？どうなった、どうなった。こいつを倒さないといけないのか。おい、ルイージ、ヘイ、ヤンキー。足にも刺してくださいよ、ヤンキー。今回出番が少ないでさ。だいたいね、足が戦ってる時はね、カットなんだから。よーし。もう逃がさねえぞ、この化け猫め。よいしょ。ん？フラッシュが届かねえぞ。この野郎。なんだなんだ、なんでこんな引きになるんだ。お、誘導するんか。誘導していくのかな。あー、なるほど、なるほど。そのせいですーごいこの画面が引きになるんだよ。追いかけろ、お化け、お前。え？もしかして、さらに下に行った。さらに下に行ったんじゃないか。この下何フロアだっけ。あ、そうか。11階マジックフロアか。マジックフロアもまたね、部屋入れ替わったりしたらね、これは探すの難しいぞ。探すの難しいぜ。基本的にはね、このレインボービームで足跡を追っていくっていう感じだからね。お？なんだ？わお。エレベーターで、このみんな密室でやめてください、密室で。密室で勘弁してください。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。ふふ。ダコか。そのね、エレベーターをただただね、待つのが暇だから、ちょっとね、
遊びに来てくれたみたいなね、そんな感じでしたね。長いね。よっしゃ、足跡ないか。足跡絶対ここなんだよ。ほらほらほら、お化けの足跡がついてるな。あ、いたいた、お化け早く見つけろ。お前どこ、猫？ん？何か感じるか、お前。普通のお化けじゃねえか、お前。よいしょ、よいしょ、よいしょ。いや、猫はよ、猫はよ。いや、いいんだよ、いいんだよ、お前。裕福なお化けはいいんだよ、お前。で、お化けどこ行った？あいつ、ほんとに自由だな。で、これまた？またトランプ集めする？これ。いや、いいよ、いいよ、いいよ。トランプ集めぐらい、お前、サクッとお前集めれるからさ。え、そうだろ、そうだろ、取ったんだよ、もう。もういいんだよ、いいんだよ。足跡、またお化けの足跡しかねえな。ちなみに、レインボービームをしながら辺りを見渡したりとか進むのは、いわゆるモンハン持ちをね、しないといけないんだよね。こっちか。うわっ、うわー、バレバレやん。ちょっと待って。こんなにたくさん、ああいうジャグラーの帽子があったら僕、興奮しちゃうよ。どの台打とうかな。ちょ、VG、ヘイヤリキ、ヘイヤリキ。足当ていいですね、これ。下手くそか、お前は。待ってください、兄貴。よいしょ。いや、お化けんかい。お化けんかい。じゃあ、兄貴、これまたかぶれますぜ、兄貴。俺もかぶれた、かぶれた。よいしょ。あ、どこに猫が入ってるかな、ゲームじゃねえか、これ。兄貴、なるほど。なるほど、なるほど。じゃあ、行きますよ。よし、じゃあ、お前から選んでいいよ。足はね、そうだな。だいたいこういうのはね、端っこが怪しいんでさ、これでさ、これでさ、これでさ。バカ野郎、一番奥が怪しいんでこれだよ。よし、じゃあ、グイジ、お前からやっていいぞ。で、足から行かせてもらいますよ。多分ね、この巻き添え食らってね、この両サイドもね、引っぺがすことになるかもしれませんけどね。行きますよ。せーの。それで3期。ほんとに締まりがねえな、お前は。もう。さあ、こちらの部屋へとやってきたぜ。あ、これ確か、お、あんな箱あったっけ。お、お化け待て。マジックショーの始まりなんじゃないか、これ。ほら。ほら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 、これは楽しそう。グイジ。へい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 。兄貴、これどうするんでしょうか。これでも、ノコギリがねえんだよな、ノコギリがよ。お、お前も吸ってみろ。あ、へい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 。お、どうすんだろう。兄貴、これノコギリ探してくるんじゃないですかね。だかこの中に入ってる気はするんだわな。ちょ、レインボービームしてみようか。あ、やっぱりそうだな。この中に逃げ込んでるっぽいな。ちょっと待って。ノコギリのようなものないか。真っ二つにしてやるぜ。お？ないな。いや、むしろ奥の部屋という可能性もあるぞ。この奥。こっちこっち。この部屋なんじゃないの、もしかして。あの箱と見せかけて。うん、違うわ。違うわ、あの部屋や。やっぱりこの箱が怪しいな。あるとしたら9番ぐらいだな。9番だよ、グイージー。さすが兄貴です。もっと早くね、気づいたらよかったのに。ねえ。よし、行きますよ、兄貴。よし、じゃあ2人同時に行くぞ。せーの。よいしょ。あら、来た。止めろ。この化け猫が。よし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 。よいしょ。あ、いいフットワークするじゃねえか。あっ、グイージー頼む。足に任せてください、兄貴。足任せてください。よいしょ。あ、やっぱね、兄貴こと本体狙うんでね、足には目もくれないんですよ。よいしょ。さ、これで、よいしょ。あ、完全に来ましたね、兄貴。これでもう二度とね、あの化け猫出てきませんぜ。さすが兄貴。意識なしであんなダンスできるんですね、兄貴。ん？ああ、やったか、やったか。よしよし、よかった。いやー、今回は14回のね、収録も進めようと思ったのに、まさかこんな展開になるとはな。よし。いやー、参った参った、まあ。とにかく14階のね、このボタンを入れるところまではやろうかな。はい。ということで、エレベーターに戻ってきました。今度こそ。さあ、14階は何フロアなんでしょうかと。ディスコフロア。ディスコフロア。これはナイトフィーバーしちゃうね。うーわ、ちょっと待って。行きたかったのにな、今回。まあ、ナイトフィーバーはね、次回のお楽しみだね。はい。
ということで、今回は13階のジムフロアをクリアしたんですが、14階のねエレベーターのボタンを例のごとく化け猫に取られてしまいましてね、化け猫からのボタン回収が手間取ってしまったので、今回はここまでにしたいと思います。次回はディスコフロアということでね、また楽しそうですね。はい、よろしければチャンネル登録、面白ければ高評価よろしくお願いいたします。そしてよろしければ次回の動画もぜひご覧くださいませ。ありがとうございました。ヨットでした。